7日日曜日に n c w a 全米大学体育協会が主催する大学女子バスケットボールトーナメントの決勝戦が行われました全米中が沸きに沸いたこのスポーツイベントだったんですがその中でも大注目されたのがあるスター選手でした 大学女子バスケットボールの試合をこんなにも注目させた立役者はこの決勝で惜しくも敗れたアイオワ大学のスターケイトリン・クラーク選手この試合を最後に大学での選手生活を終えるクラーク選手ですが彼女は大学バスケットボールのさまざまな記録をすべて塗り替えてきたという驚異のプレーヤー大学1年の時からレギュラーで出場し シーズン最高得点や最多スリーポイントシューターなどの記録を保持しかしチーム優勝の栄冠だけは一度も手にすることができませんでした。今年学生最後のシーズンもクラーク選手の快進撃は続き彼女が出場するアイオワ大学の試合のチケットは1試合平均1万5,000枚近く売れ 準決勝のチケットの値段はなんと平均の価格が2323ドル日本円で35万円以上の値段がつきました記録はそれだけではありません全米で生放送されたこの決勝トーナメント 去年の優勝チームとの試合では累計視聴者数が1,230万人と男女の別なく過去の大学バスケットボールゲームの最多視聴率記録そして優勝をかけラストチャンスに挑んだ決戦の試合は平均視聴者数は1,870万人最後のクォーターは2,400万人と跳ね上がり この数字はプロ・アマ・男女問わずバスケットボールの視聴者数では2019年以来最高の記録去年2023年の野球のワールドシリーズや NBA プロバスケットボールファイナルの1試合の中継視聴者数を超える快挙となりましたしかし全米のスポーツファンを熱くさせたクラーク選手のアイオワ大学は敗れ クラーク選手は最後の栄冠を手にすることはできませんでしたまるで映画のようなストーリーに全米が熱狂した今シーズンの大学女子バスケットボールクラーク選手は女子プロリーグでドラフト1位に選ばれることは確実視されていてプロという次のステージでも全米ナンバーワンを目指す彼女の姿がスポーツファンを惹きつけることは間違いなさそうです